で今日はこちら4月にオープンします銀座6にやってきました。この建物とにかく大きくてひときわ目立っているんです。銀座エリア最大規模という複合商業施設銀座6、4月の開業を前に今日その内部が初めて公開されました。その通り、そのまま松坂屋銀座店の跡地に開業を予定する銀座6でまず注目されるのは何といってもその大きさです。地上13階、地下6階建ての施設は2階から6階までと13階の一部が商業エリアで、およそ240のテナントが入る売り場面積は各階を合わせると東京ドームとほぼ同じ広さということです。こちらオフィスフロアにやってきました。見てください、全面ガラス張りでこんなに広いんです。7階からのオフィスフロアは1フロアあたりおよそ6100平方メートルと都内でもトップクラスの面積を誇ります。一度に3000人以上が働くことができ、 IT や金融などの企業が入る予定です。こちらエリア最大級の屋上庭園です。銀座の街を一望しながらもこのように緑がたくさん植えられていて、まさに都会のオアシスとなっています。屋上に設けられた庭園の面積は4000平方メートル、都心とは思えない緑豊かな光景が広がります。庭園の半分以上の面積が植物であふれ、桜や楓が植えられていて、季節に合わせてさまざまな表情が楽しめるといいます。さらに銀座6には商業施設としては珍しいこんなスペースも。能楽の最大流派観世流の本拠地として能楽堂が設置されます。災害時にはおよそ1000人の帰宅困難者を収容できるということです。やはり銀座の皆様をはじめ、これから銀座を訪れる世界の方々、新しい魅力いっぱいの施設ということをご提供できるものと確信いたしております。ショップにオフィス、庭園に能楽堂、幅広い世代を引きつける銀座6のオープンは4月20日です。